ハゲた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ということで、皆さんお休みですね。よかですね。私は、はい、ザマーミローです。バリバリ仕事です。はい、お疲れ様です。今日朝ですね、バンキシャの吉野さんが、仕事終わったらライブするぜとか言って勢いよと、ストーリー上げられておりましたが、多分ライブよりも飲めるぜっていうとこじゃないかなと思いますけど知らんけどっていう感じなんですけどね。はい、まあいいことじゃないですか。テンションが上がってるんでですね、はい、いいことだと思います。今日寝れたことはですね、はい、なんか最近は、早寝すぎて夜ね、ちょっと起きてしまうジジイ化現象が起きてるみたいですけどしばきますって言われそうですねまあいいですけどね。はい、なんかまあ蜂とか、植物販売するぜっていう風に昨日は言われてあったので、はい、さあどうなんでしょうねっていうところなんですけどね。はい、で昨日も、ホープスパイスの笠井さんことサイマンさんですね、ライブされてました。まあ、途中までちょっと見てたんですけど、はい、ギネス更新されてましたね。はい、スン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 ってなってましたね。いやー、やっぱね、金ないわすごくいいなと思っても金ないわっていう感じで、まあ、後半誰かが買われたのかなとか思いつつも、なかなかね、ちょっとね、いいやなって思ってもなかなか手が届かないというか、まあね、ちょっと懐具合が寂しいなというところでもしょうがないんですけどね。はい、まあ、昨日もちょっとそのもうお疲れ様ということでですね、ホームスペースというちょっと明らかなの作りましたよ。はい、まあ、とりあえずなんかこう販売される方の応援になればいいなと思いながらやってるんですけど、嫌がらせになってたらすいません。はい、ペコリということなんですが、はい、で今日夜、8時からですかね。はい、福岡は鹿児島ですね、サボテンだとかいろいろな植物を販売されてる方、まあ、ほぼ毎日ライブされてるんじゃないですかね。どんだけ暇やねんとか言ったらぶち殺されそうですけどね、まあ、独特のまったりした感じで、で BGM は、FM 福岡かなんかを聞いてます多分ね、なんか聞いたことあるなっていうのが流れてますんで、はい、で今回は、旅人の木っていうところかな。旅人の木さんですかね、福岡だったと思うんですけど、はい、そこのビキラを、販売しようかと思うっていうのはちらっと言われてあったので、まあ、これ合ってるかどうか知らないんですね。はい、でなんかハイブリッド種だとかいろいろね、販売する予定だそうです。はい、まあ、このご予期がちょっとポストされた時はもう終わってるかもしれませんですけどね。はい、どうなんでしょう、かなりお安く出すっていう感じで言われてありました。はい、まあ、個人的にゴエが好きなんですね。ゴエリンジが好きなんですけど、ちょっと気になってるんですけど、まあ、高いっすよね、ゴエたんですね、なかなか。ちょっとお手軽にはちょっと買いづらいのかなとか思ってですね。今あるビッキラも大好きなんですよ。上手だとかですね、上手とかですね、上手とかですねって覚えてないやないかいって話なんですけどね。いろいろあるんですよね、種類がね。もうほんとすごいハイブリッドになってきたもわけわからんっていう感じでね。はい、なんかこうビッキラをこうしてる人、ビッキラってなんかちょっと文系と理系って言うとなんか理系っぽいイメージがありますよね、なんかねなんかまあそれだけね、ちょっと細かくされてあるやなという感じですけどね。ブロメリアになるんですよね。ビッキラってパイナップル科なんですよね。だからパイナップルの葉っぱみたいな感じに見えるっていうのはそこから持ってるのかどうか知らんすけどちょっとしたうんちくでございました。はい、あとユウくんもするっていうのかな。ユウくんするとしたら
出てくるのかな、なんかアガベがどうたらって言われてあったので、これもまたバカみたいな値段で出すつもりやろうか。まあこれもポストしてる、した後にもう終わってるかもしれないですけどね、はい、どうかわかんないんですけど、はい、まあね、土日になってきますと、やっぱライブも増え、販売も増え、まあぶちぶち、そうっすね、まあ、冬型ももう起きてるとか、起き出したとか言っていう、声も聞こえてきておりますんでですね、そろそろもう夏型というか、ね、ちょっと、どんな風になってくるんでしょうかね。でもやっぱ現地給高いな、どうなるね。昨日かのサイモンさんが出してたタキコディオイですがかなり太いやつで、ね、1万5000とか言ってて、あそこぐらいまでこう立派になればそれぐらいの価値が出るんですねって思いましたけど、でもあれでなかなかすごいグッときてかっこよかったですけどね。うちのタキコディオイですもすごい進化というか、はい、変化をもたらしておりますね。もう去年とは全然違う形になったです、いびつになったですよね、また面白いんじゃなかろうかと思っております。はい、じゃあ、この続きは YouTube でーす。タキコキツくんのブレーキー。はい、パキポキさんのぼやきやっとかきです。はい、お疲れ様です。はい、いかがだったでしょうか。今日は天気がいい、気持ちいい、いいね。でも暑い、汗かく、臭い。なんのこっちゃっていう話な感じですけどね。はい、昨日から始まっておりますあのコーナー、おじいさんっていう話ですね。さあ、いかがでしょう。またちょっと違った感じの、話でスタートしましたですけど、バカやね、ほんとね、と思ってね、また続くつもりなのってね、もうバッサリどっかで切らんとですね、もう絶対自業自得になってしまいますんで、自分で自分の首を絞めるって感じになるからですね。なんかね、頭の中ではこう妄想がもうなんかモコモコモコとこう出るんですけど、結末がね、考えてないでね、ホームセンター節子に限っては、あれは永遠に続きますよね、はっきり言ってね。結末どころかね、まあ、ただちょっとセガールとリアイコとナスの、まだ名前が付いてないでね、の絡みっていうのはまだなんか続きそうな雰囲気はあるし、と、あと節子の、なんですか、おじさまか、おじさまっていうのが出てくるのかっていったところとですね、はい、しょうもねえな。植物関係だし、植物の勉強しろーっていう感じですけどね、はい、またそう思いますが、はい、まあどうでしょう、土日皆さんゆっくり、お休み、されてるでしょうかっていうところなんですけど、まあ今日明日結構チャンスじゃないですかこの天気は。風もねそこ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 です。はい、そこそこ吹いております。はい。昨日も部屋の中の植物たちにはちょっとこう水をあげておりますが、沢島さんのところからお迎えしたギブのなんとかですかね。ギブの刈り、もういいね、もう毎回言えてないけどね、言わんときます。はい。花芽も順調に今出てきておりますんで、さあ3回目かなこれで、で綺麗に。あ、実際咲いとんやろね、咲いとんやけど自分が見れてなくて枯れとんでしょうね、多分ね、そのパッティーンでしょうね、もうざまみるですね、もうしょうがないしょうがない、なんかこう定点カメラがなんかずーっとこう回してきた気分はありますけどね、どうなんでしょうね。はい、さて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 、まあ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 、まあ、今週もうやっと皆さんお休みということでですね、ゆっくりされてあるかと思うんですけど、相変わらずアガベ本ですかね、NHK の趣味の園芸のですね、12ヶ月栽培ナビですかね、はい、ネットでも買えないみたいですね、ちょっとレアになってますね、今んとこね、入荷待ちとびっくりしそうでしょうね、出した人も。
まあでもそうですね、今のそのシリーズのコーデックスを見てますけど、面白いですね、見よったらね。それを実行するかしないかは自分たちのあれでしょうけど、なかなかおもろいですね。アイヌってやっぱいいですね、なんか。なんなんでしょうね、ああいう、こう、攻略本じゃないけど、ああいうやつってなんか好きよね、みんなね。私も好きですけど。現地のこう写真とかがやっぱ入ってくると、だってアンクルおじさんでしたっけ、現地のね、写真をたくさんポストされる方のね、あれはやっぱ魅力的ですよね。やっぱね、自然の形にはかなわんすよ。もちろんそれに近づけるっていうので、みんなされてあると思うんですけど、無理。絶対に無理。それはね。じゃあ、岩にグラキリスを植え付けますかっていう話でですね。で、その岩どこに置くねんっていう話でですね。外で自由できるわけでもないしですね、そもそもが環境が違うというところで、自分の好きな感じで寝れてみたらどうでしょうかねっていうところですね。はい、とりあえずまったりでございます。こんな感じで今日は終わろうかと思います。はい、ラストは日曜日ということで、まだまだお休み続いてますね。はい、皆さんの食事めでて、楽しいポストお待ちしております。はい、じゃあ、出てみーじー。